私のような男がいなければまともに戦争などできない国もいくつかある。私は厄介な武器の禁輸措置も交わすことができた。武器の取引には3種類ある。白つまり合法、黒は違法、そして私のお気に入りの色はグレー。あまりに複雑な手続きを踏んで自分でも合法かどうかわからないこともあった。当局を騙すためよく使ったのがインゴだ。ロケットランチャーは母親、ロケット弾は子供、 AK-47 突撃銃はエンジェルキング。ユーリーだ。ラウル、ラウル、エンジェルキングは明日到着する。こっちも嬉しいよ。それじゃあ。要するに私の手にかかれば武器の禁輸措置など全く意味を持たないも同然だった。なんだ、なあ、ちょっと、もうちょっとゆっくり話せ。わからない、ゆっくりな。密告ってどういう意味だ。もうすぐここへ。今どこだ。時間はどれくらいある。あまりない。どういう意味だ。くそ、振り切って逃げますか。この本物でユーリ、今すぐ船降りよう。いや、全員ここにいろ。原則だ、極微速、時間を稼げ。ああ、ユーリだ。おい、その旗を下ろせ。船の名前を偽装したい。どうするの、近いやつ。おい、ほんだら下ろせ、船名を変える。早く。ああ、調べるしかないね。私に言わせれば、名前が何だ。もっと短いのないか。船や飛行機の名前はしょっちゅう変えたが、あれほど急を要したことはない。もう来たか。何？コノ？どういう綴りだ ？KONO。よし、それだ。コノ KONO。クリアどこだ？オランダ？よし、オランダの国旗だ。おみだり。了解。フランスの旗目行け。だから横に向けるとオランダ。